こんにちは、宮田です。今回は、今だからこそ狙い目、割安株の、優待銘柄、こちらを、紹介していきたいなと思います。で、まあ、探した、サイトと、しましては、こちらですね、株マップ .com の、業績良好な割安株、一覧、こちらから、優待株を、選ばせていただきました。で、まあ、いろいろね、こういう感じで割安株のランキングを出ているので、まあ、優待じゃなくてもね、今の割安だとトヨタとかホンダ、キヤノン、ブリヂストンとか、まあ、いろいろね、こういうランキングに出てるので、かなり使えるかなと思います。まあ、ここからも正直ね、選べばいいと思いますね。まあ、優待じゃなくてね、優待、高配当とか関係なく、今の割安株を探す場合は、ここから探してランキング高いやつを買っとけば、問題ないのかなと思います。この割安の基準はあったっけな？基準が、ここだと書かれてないか。まあ、一応ここ割安でここから探していきましたということで、まず一つ目が、9022JR 東海ですね。株価3670で目標が4266ということで、今東海は熱いですね。リニア関係で熱いので、上がる前に買うのがおすすめかなと思います。優待利回りはわからないと。配当利回りは0.76、権利確定付きは3月で、確定、で、優待発生株数は500株からになります。で、もらえな、株主優待乗車、書になりますね。500株以上、に1枚、5000株以上10枚プラス500株超過分は、1000株ごとに1枚、ということになっており、気をつけてほしいのは継続保有期間3年以上の株主には1枚追加。気をつけてほしいというか、あれですね、メリットがあるってことですね。で、1枚10%割引券になりますと、いう感じになりますので、まあ別に優待を欲しさに買うっていうよりかもありですけど、やっぱリニアってかなり注目度が高い。もう新幹線で数時間、まあなんだろう、どれくらいの短さかっていうと今パッて出てこないんですけど、まあすぐ東京から名古屋に行けるって感じですよね。名古屋、どっからどこまでだったっけな？名古屋だよね、多分ね。大阪だったっけな？まあ、簡単にすぐ行けちゃうという、もう、びっくりするぐらい速さですね。さあ、次は、9142JR 九州。株価3495で目標が3715になります。利回りは0.72、PBR じゃなくて、配当利回りは2.66。優待発生株数は100株、優待権利確定付きは3月になります。で、100株以上、だと100株ごとに1枚、鉄道じょ、株主優待券が1枚もらえます。まあ、あと500株以上とか1000株以上。で、500株以上から、なんか、保有年数によってまた変わってくるっていう感じになってますね。で、100株以上だと JR 九州グループ、株主優待券、5枚もらいます。JR 九州グループの利用対象施設で、現金同様に利用できる金券となります。ということで、まあ、九州の首都だね。これはお得なのは、九州以外の人はお得ではないのかもしれないですね。関東とかで使えることないよね、これね。関東で使える、利用できる施設あんのか？ないよね。九州のみだよね。ということで、まあ、九州の方が買うべきものなのかな。もうちょっとそれもおかしいけど。まあ、九州だとメリットが大きいところですね。九州に住んでる人の方が、お得度が高いと。っていう感じですかね。次が、やっぱ優待ですので、食料品関係が増えてくるかなと思います。2502、朝日ですね。株価5642で目標が6064になります。いや、分割来ないかな。もう3分割ぐらい来てほしいんですよね。2分割だとちょっとまだかなっていう。3分割ぐらいね、来てくれると、なんか、結構待ち望んでる人多いのかなと思います。買いやすくで、どんどん買いが増えるのかなと思いますね。まあ、分割も分割でなかなかやりづらいんでしょうけど。優待が0.71。配当が2.33。発生株数は100株で、優待権利確定付きは12月ですね。まあ、分割することによって、もう優待が300株以上とかね、まあ3分割だったらね、
300株以上とかなったらちょっと厳しいんですけど、100株でもね、分割後も100株で優待がね、もらえるようだったらね、かなり美味しいのかなと思います。次は2503、キリンですね。株価2162、目標が2257です。優待 0.46、配当は 3.28。優待発生株数は100株の優待権利確定付きは12月になります。まあ、ビールとか、飲料とか、サプリとか、お食事券がもらえます。次は2269、明治ですね。株価3344で、目標が3256ですね。まあ、ちょっと軟調な感じはしますね。明治。今、ちょっと下げてる感は否めない。まあ、私はもう、絶賛含み損ですね。うん。利回りが 0.44、配当が 2.84。で、権利確定付きは3月になります。で、まあ、お菓子が100株以上、1500円以上相当もらえると。まあ、こういう感じの、ここに出てるお菓子がもらえますと。まあ、2023年はね、24年は何がもらえるかはわかりません。次が、2282日本ハム。株価が5069、目標は5367ですね。優待利回りは 0.59、配当は 2.20、優待発生株数は100株で、権利確定付きは3月9月になります。100株以上、自社グループ商品か、寄付になります。まあ、500株以上でまた、変わってくると。まあ、画像のこういう感じですね。まあ、かなり、なんだろう。まあ、自炊してる人にとってはなかなかいいんじゃないでしょうかね。こういう食料品は。うん、かなり私欲しいけどな。まあ、500株は難しいな。5000円だからね、株価がね。それ500株はちょっと難しいところはある。100株でね、100株からもらえるんで、100株目指して買っていきましょう。次、2811、カーゴメ、株価3679で目標は3781。配当が 1.41、発生株数は100株と権利確定付きは6月になります。100株以上と2000円相当の、自社詰め合わせ商品がもらえます。で、長期保有者ですので、半年以上継続が、条件ということで、権利確定付き6月ですので、まあ、もう今から買っても正直もらえないので、まあ、12月ですか。あ、12月無理か。でも、そうか。今年はもらえませんね。うん。ですね。まあ、今安い時、割安感の、割安の時に、仕込んどいて、まあ、一株から買っといて、まあ一応株主名簿に乗っけとくのもいいのかなと思います。まあ、いきなり100株買えない人はね、うん、株主名簿に乗っけるのが大事ですね。うん、次は、7649、杉ホールディングスが、株価2494で目標が2257。こちらが優待が 0.39、配当が 1.40、発生株数は100株、権利確定付きは2月になります。もらえるのは株主優待券または電子ポイント。100株は1000円相当の優待券または杉ポイント2000ポイントもらえます。あと、株主後優待パスポートで100株以上で3000円ごとにお買い物に対して杉ポイント150ポイント、加算になります。まあ、こういう感じのやつは、嬉しいですね。うん、他のなんか、小売店もなんかやってくればね、まあ、こういうの嬉しいですね。まあ、結構3000円以上買おうと思いますしね。うん、次3405、クラーレになります。株価が1671で目標は1638。優待は 0.18、配当は 2.99、発生株数は、1000株になります。優待権利確定付きは6月と12月ですね。で、1000株以上で3年未満は3000相当、3年以上は1万円相当のカタログギフトがもらえます。まあ、カタログギフト銘柄ってね、結構少なくなってるんで、まあこういうの、結構大切かなと思います。まあ、1000株なんでね、結構大きいので、気をつけてください。最後は9831山田ですね。株価458で目標が459円になります。優待利回り、ちょっとどっちもわかんないですね。発生株数は100株。権利確定付きは3月9月ですね。で、優待で何がもらえるかというと、割引券。100株以上だと500円相当1枚ですね。500円以上だと2000円相当、4枚になります。まあ、3月と9月に、あります。まあ、9月だと1000円相当が2枚もらえるので。まあ、結構ね、割安でもあり、もともと株価が買いやすい水準ですので、
なんだろう、株始める人にとって結構優待銘柄というとね、やっぱ山田とかかなりとっつきやすい銘柄かなと思います。ということで、今回はね、今買い時の割安で優待銘柄をご紹介いたしました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、 X のフォローお待ちしてます。ここでご視聴ありがとうございました。